うございます。本日もよろしくお願いします。おめでとうございます。お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。やべ、ちゃんとした服装で来るんだった。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今年も。お願いします。おはようございます。昨日お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。寒いっす。いやないですよ。今日あれなんですよ。NHK の取材が来るんですよ。おはようございます。いや、今年もお願いします。スタイル悪いんで。どうですか、着心地は。着心地しっかりフィットして、いいっす。おはようございます。今年もよろしくお願いします。今シーズン若返ったんで、チームをまた頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。慣れましたね、でも、もう動画も。ああ、慣れました。1年間かけて。よし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、よし、よし、どうぞ。水ですよね。うん、じゃんけんします。どこにないのか、まず教えてください。水あれで、多分あれ全部入れる。ああ、水道。どうぞ。どうぞ。どうぞ。あ、ケイさん、おだす。え、どうですか。おだす。最初はグー、ジャック、ほい。よし。あいつ俺入れるんで、うん、あの、あってください。めっちゃ取るじゃないですか。シャッターチャンス。取るなら外でやらなあかんけど、ちょっと寒いんで中でやらせてもらいます。どんなもんやろ。これが電源やね、きっと。私どんなもんだよ。定価時間でやばい。どうも、どうす、お願いします。今日もどうも、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 よろしくお願いします。どうも、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、今年もよろしくお願いします。おはようございます。寝癖とかどういうこと。めちゃめちゃかっこいいです。めちゃくちゃかっこいい。全然来てないですよ。え、結構来たかな。今着きました。結構もえマリシズマです。ケンタさん、おはようございます。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 明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。キーパーとしてはその4日目まではもう本当に体慣らしにして、はい、で来週からまあある程度しっかりこうボールキーパー練習をしていくっていう感じにしようかなと思うんだけど、はい、イメージ大丈夫、はい、まあ、去年やったみたいな感じでいこうかなと思うんで、はい、特殊なことは特にないけど、時間もまだ8週ぐらいあるから、はい、そんなに急ぐ必要もないから、あとは健太の体をちゃんと自分でも聞いてみて、はい、で俺とも話しながらやれるようにしていけたらいいなと思う、はい、なんかあれはあるけど、体のことでなんか心配、特に、はい、去年のイメージで大丈夫です、うん、はい、分かった。じゃあそんな感じでいくので、はい、準備して、お願いします。
ちょっと違います。ちょっと違います。全然全部やってから。全部やって、ボール、パスレー、ミニゲームまでやって、で、結構上がるかもしれない。おはようございます。薄くないですか服？ちょっと寒いです。おはようございます。行きましょう。おめでとうございます。おはようございます。ありがとう。一番走ろう俺が。コンディション上げていかないと。期待します。開幕に向けて。いけるんじゃないですか。昨日40分走って筋肉痛。トシブよ、いいですよね。どう似合う？めちゃめちゃかっこいいです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、はい、新しいウェアは。いや、ちょうどいいです。フィット感が最高です。はい、これもうめちゃくちゃ動けそうです。頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。もう気合い入れて髪切った。バカ寒くて確かに田村さんがジョガボーラに買いました。いいっすね田村さん。え、これいいっすね。高いです。おはようございます。いや、ありがとうございます。おめでとうございます。お願いします。いや、絡むね、これね。絡まないのが特許なの。入ることになったの。あ、多分だから3箇所ね。1、2、3、4箇所。今年の目標ですか。今年の目標はここの4人で、プロ1年目の4人で、こう押すだけで空気圧完璧にできるようになるですとサッカー以外の準備の目標はこれで今年いきたいと思ってます。全然みんな相手してくれ俺一人で喋って頑張ります。おはようございます。どうも。まあ、練習前に少し、ミーティングをしたいなと思います。かなり人が変わったというところもあって、まあまあお互い知ることも必要だし、まあ、チームとしてはもう、寄せ集めじゃなくなってるというか、目標も共有しなきゃいけないし、もうこれで1年間戦っていくわけだから、まあ、みんなが理解してほしいのは、まあ、ちょっと一心という言葉をちょっと、まあ現場ね、最後ではちょっと考えていきたいなと思っています。勝負は一瞬なんだけど、それに対して勝負決まるときに関して、この前の練習がどれぐらい必要かっていうところが出てくるので、そこは一瞬で、意識してもらいたいところは。いや、ちゃうっすね、多分そういうわけじゃない。なんかスパイク、スパイク、自分で入れろって言え。いや、ちゃうの、入れようと思って入れれなかった。希望23ですみたいな。いや、俺すぐ10って言ったんですよ。 10? はい、うん、いいね、いいね。ゴリゴリに断られました。お前中赤いの絶対。え、早い。いや、3点決めてるから確かに。いいパキ。あ、やばいっす。やばい、家から持って行くんです。今日行かないし。バーチャルある。テープ出てんの。あ、これ間違えるな。ああ、番号変わったら。3番すら飲めんちゃう。取られました、3番、ね、3番取られたんで、もう空もつけたがってたっていう。
あ、いいよ。一番出てたよ。え、モリ、え、やんの？え、リハビリじゃない？やるよ。モリ焼きリハビリです。ずっとこう、これから多分今の時期っていうのはもうどうしてもしんどい時期になってくるけども、あの前向きにね、明るくできればみんなで乗り越えて、いいシーズンを迎える。じゃあちょっとあの挨拶一回行ってそこからスタートしましょう。どうだ。皆さんおはようございます。おはようございます。ごめんなさい、ありがとうございます。皆さんに熱いプレーを見せていきたいなと思ってますんで、1年間熱いサポートよろしくお願いします。そして今日の練習皆さん楽しんでください。はい、1年間よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありましたね、この緩みが。いや、出てるね。クロスまで、クロスまで。ロケット。いいよ。はい、逆。逆だ。逆だ。逆だ。引っ掛けだ。股関節動かして。もも上げよ、もも上げ、もも上げ。オッケー、逆も、逆。はい、特に流そう。終わった特に流そう。いや。量うまいや。パッカー選手できるやろ。いや、お前下手。見てた。まあ、だから、ソニーがいろんな動きをするよ。ソニーは変えていいよ。ソニーは変えていいよ。ソニーは変えていい。ソニー見ながら、ソニー誰じゃないよ。ソニーの名前覚えてよ。ソニーだね。はい、チェンジ、チェンジ。あ、うざっ。お前。あ、今のも動きをやめてよ。やめてよ。やめてよ。決めしよう。俺。やば。ジョーさんじゃない。ジョーさん。やばい。やばい。やばい。ケンタさん。面白そうね。行こう。おい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 お前は？誰も知らない。また来てくれ。また来てくれ。せやん、絶対せやん。何月？OK、振り返りで、ラスト。スピード系でも足しっかり動かして、下半身ちゃんと負荷かける。フィーリングの確かめね。そうそうそう。なるほど、なるほど。いいよね。そうそう。斜めにならないね、体が。足だけ先行しないように、体もしっかり動かすよ。体も動かす。体も動かす。いや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 。そらもう足が結構先行するやん。はい、ちゃんと体を動かせ。はい、上半身も。そう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 。上半身も上半身もしっかり動かす動かす。おお、よくなったよくなった。ナイスナイス。おお。よい。全身を使って。前後ろかと思った。どう、ボールなしですか？グランドのあれ次第。うん。危ない、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 危
なんかパス悪いな。リッキー、いやパス悪いな。パス悪いけど、あんま頑張ったら行っちゃうよ。邪魔しない。邪魔しない。邪魔しない。行かないよ。行かないよ。行かないよ。安定。ああ、安定か。イエス。いや、ない。ナイス。リッキー、リッキー。つないだ、つないだ、つないだ。いや、バカもないじゃないぞ。進化よ。グループでスピードが上がる。だからタッチが遠くなったりとかそういうことが今ないよ。誘ったのよ、リキーマン。右、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 右
プロ選手だから。そうだ。また明日。明日だろうね。誘ってんじゃん。もう。誘ってんじゃんの前に、日本また別のうちの番組の収録があるんですよ。多分もう愛媛市の推しは曽根田豊で、多分一発目は。悪くないですね。ね、悪くないな。今までね、今までね、初めての経験だ。いいね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。せーさま、RG46 手当てハイタッチで、ね、46って3でしょ。全然ください。キク選手、選手、お願いします。キク写真、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初日どうでしたか。初日疲れました。だいぶ疲れました。でも、リキ君がいてくれるおかげで楽しくやれてます。お疲れ様です。名前とか書いておきます。私の名前は、ありがとうございます。朝井くん、朝井くん、朝井くん、お疲れ様です。お疲れ様です。初めてやりました。なかった。どうでした。え、ちょっと緊張しますね。そうです。それあれ動画ですか。そうです。YouTube に、ね。YouTube 上がります。やばい。です。お疲れ様です。初日どうでしたか。え、どうでしたか。疲れました。あれ優勝チームでしょ。あ、大丈夫です。2位です。惜しく。次は頑張ります。です。お疲れ様です。いい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。おかえり、おかえりなさい。おかえり。本当にいや、まあ愛媛この地懐かしいんで、まあ今年こそはチームに力になるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください、はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。緊張しました。サインは準備してきたんですか。サインは、はい、考えました。入る前に。今の初サインですか。いや、初サインじゃないですけど、2、3回目ぐらいです。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。でも、いやいやいや、もう一人乗ってくれ。なるほど。はい、お願いします。お疲れ様です。ボールの空気、緩かったみたいですね。いや、線やったんですけどね。ちょっと、あれ今のは僕はちょっと見たいですね。絶対線じゃないです。いや、自分のせいです。自分のせいです。すいません。お疲れ様です。明日からやります。お疲れ様です。初日の終わりには結構やったなって感じだったんですけど、まあでも体はしっかり動けてたので、まあここからさらに上げていきたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。まだまだ教えて。はい、取ります。はい、チーズ。母にも。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ミニゲーム点取ってましたね。はい。いや、良かったです。滑り出し、いいっすね、だいぶ。お疲れ様です。みんないい人です、本当に。もう、新しいメンバーともコミュニケーション。そうですね。全員、ほとんど喋れる方ばっかりなんで。優しいっす、全員。一番もっと喋りたいなと思った先輩はオム君ですね。オム君まずちょっとあんまり喋れてないなって思うんで、オム君喋りたいです。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日結構ハードでしたね。はい、だいぶきつかったです。どれぐらい走られたんですか。300m 10本ぐらいですね。もう動けるんですか。はい、もうすぐ復帰です。あ、はい、間に合いそうですか。はい、楽しみです。頑張ります。お疲れ様です。フィードメニューはきついっす。外きつそうっす、ね、キーパーはダメっすよ。キーパーはキーパー練習しないと。お疲れ様です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 。 YouTube できるのかあるいや、僕考えで結構バリバリ。バリバリでした。初日いかがでしたか。僕ですか。確かです。なんつって優勝しました。一発ゲームやった方がいいですか。一発ゲームね、昨日もらいました。もらったっすか。誘ってんじゃねえ。使います。たくみさん今日切れてましたね。え、どっちの切れてた。体がいや、そうっすね。まあ、やっぱ初日から行かないと、まあチームの姿勢的にもね、初日からみんなでやろうよっていうのを雰囲気で伝えられたと思って、伝えられたらと思って、去年開幕3連敗してるし、最初から行こうよっていうのでやっていきたいなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。